はい、こんにちは、鈴木純です。今回ですね、クリックファネルのカウントダウンタイマー 2.0 のカウントダウン 2.0 のね、エレメントについて、その使い方を説明したいと思います。カウントダウンタイマーにはね、複数種類の種、タイマーがね、あるんですけど、今回はですね、2.0 という、ね、やつを設定していきたいと思います。まあ、2.0 というのは、簡単に言うとですね、その指定した日にちに、タイマーを設定するという、ね、やつですね。はい、それを、ね、やっていきましょう。はい。で、ちょっと今これ設定しちゃってますので、まずですね、ここに、エレメントを追加していきます。はい。で、下にスクロールしてもいいですし、あとはカウントダウンを、ね、選択してもいいです。はい。で、カウントダウン 2.0、これを、ね、選択します。で、これ今表示されました。そしたらですね、セットアップ、セッティングとしてやっていきますが、まずですね、このエンドデータ、これは終了する日にちですね。カウントダウンが終了する日にち。で、これですね、重大なこれ問題がありますから気をつけてください。今このままだと、この表示のままだと大変なことになります。これクリックしてみると、見てください。2077年の5月という方になってますので、大変な、バグが起きてますが、で、これを変えますよ。これね、アメリカ表記じゃなきゃダメです。例えば、じゃあ2月1日、2021年2月1日と設定していきます。ということは02-01-2021 ということでやっていくと、きちんとね、フェブラリー2021、ね、1日になりました。必ずね、月、日、西暦でね、セットアップしてください。はい。で、あとはエンドタイマーですね、終わる時間ですけども、まあ大体こう、僕の場合 EST、これね、EST、PST、CST、MST とね、アメリカのこう、時間しかないので、EST でやっていくと、大体夜、我々のね、夜中というのが、大体、朝7時とか8時とか、この辺だと思うんですね。で、まあ、使うのは、まあ、ちょっと自分たちで、確認してください。時間のね、日本時間と JST とね、合わせてね、ネットで調べればね、わかると思って、何月何日の何時は、EST の何時は JST の何時だよっていうのが、検索すれば出てきますので、それを選択します。例えば、じゃあ8時にしておきましょうか。はい。そして EST。で、イングリッシュじゃなくて、これ一応ジャパニーズ選択してください。はい。で、あとはですね、エクスパイアアクションということで、これは期限切れになった時のアクションですね。期限切れのアクションは何ですかということで、これはリダイレクトと URL。これは、このカウントダウンタイマーが終了したら、ここに設定した URL に、リダイレクト、遷移していきますよということで、ね、その設定ができます。例えば、これはどういう時使うかというと、例えばですね、何かこう、このじゃあ、ウェブクラスとかそういうものがあったとして、で、このウェブクラスの申し込みはもう終了しましたよと。で、次回の開催まで、待ってくださいと。で、次回の開催にあたりに、その開催する告知とかね、いろんな情報をここのメールに登録すればゲットすることができますよということで、そういったウェイティングリストのね、ページを1枚作りますね。ウェイティングリストのページを作って、そしてそこに遷移させるという形で、そこでまたメール登録をさせるという形ができますので、ウェイティングリストをね、通常は大体そういうものを作っておきます。はい。で、ここでね、このハッシュタグいらないですかね、これ消してください。で、ここに URL を入れてください。はい。で、あとはですね、パーツを表示させたり隠したりということができます。例えばですね、今これ、申し込み期限は終了しましたとね、申し込みフォームへというのがあります。で、こちらを今ね、タイマーが終了したら、表示させる消すということでやっていきましょう。ここの expire action のところを show and hide elements にしてください。そうするとですね、この下の方に行っていただいて、Hide These と Show These というね、ここの文字が出てきますので、これで選択していきます。例えば、Hide、これは隠すという意味ですね。なので、これをパーツを隠したいよということであれば、例えば、これ申し込みがね、終了したら、これフォーム名という、申し込みフォーム名というね、ここのリンクは消したいわけですね。ということは、Hide ですね、隠したいので、これを選択します。で、これクリックするとですね、出てきます。こんな感じでね。で、この風に青枠が出てきますね。ブルーの枠で囲われています。で、これを選択していきます。だから、申し込みフォーム、これですね。これを選択します。で、これ複数チョイスすることができます。例えば、じゃあこれとね、メールでの問い合わせ、これも消したいよということであれば、これもね、消します。はい。こういうことできますので、これでね、今、この2つが、タイマーが切れたら消えますよということですね。はい。そしてあとは、ここの申し込み期限は終了しましたを、表示させたいよという形で、そうすると、ここの Show Thisの方で、選択します。はい。これで、はい。どうしたの？はい。これで、これを選択します。はい。これでできました。だから今、この申し込み期限は終了しましたというのは、タイマーが切れると表示される。そして、この申し込みフォームへということ
というのとメール問い合わせというのが、タイマーが切れたら消えるという形でやっています。はい。で、あとはですね、ちょっと今セーブして見てみましょうか。じゃあ、はい、セーブして、プレビューで見てみましょう。はい。で、見てみると今カウントダウンがね、このようにね、23日13時間ね、0分30何秒になってますね。で、今こういった形で出ています。で、今申し込み期限が終了しましたの文字はないですよね。ですからこれはタイマーが切れたらこの2つが消えて、そして、申し込み期限が終了しましたのものが出るという設定になっています。もしくはね、例えばウェイティングリストのね、何かこうリンクを出したりとかね、そういったことでもいいかもしれません。はい。まあ、単純に終わるんだったらそういう形がいいですね。期限は終わりましたよという表示をするということですね。はい。そしてじゃあ今度はですね、ここのセッティングの中で、どのね、パーツを出すかですね、show years、show months、show weeks、だからこれは年、そして月、週ですね、それも出せます。あんまりね、出さないですね、この辺は。で、例えば大きなビッグイベントをね、やって、もう半年も、1年も前からね、募集をかけているんであれば、マンスというのを使うかもしれませんけども、通常はあまりないですね。で、こんな形でいいでしょう。だいたい、ショー、デイズからね、下です。はい。で、あとはですね、こんな感じでいいと思います。で、ここのですね、もしこのパン、形でいくときにフォントを変えたい場合ですね、フォントを変えたい場合はここで変えることができますので、フォントをね、好きなものに変えてください。はい。で、ここのね、上のとこからここからもフォントを選べますので、こんな形でね、フォントを選べます。はい。で、何でもいいです。自分の好きなやつにしてください。はい。で、あとはこのカラーですね。色を変えることもできますので、色を変えたい場合はこんな感じで変えてください。で、ラベルカラー、この下のね、ラベルカラーですね。ラベルカラーを変えたい場合は、ラベルカラーです。はい。何でも、ちょっとね、わかりやすいように適当な、変えました。はい。こんな感じでラベルから変えることができます。はい。で、あとはですね、この単純なこのパターンのやつじゃなくて、なんかちょっとアニメチックなとかね、そういうものにしたいよという場合は、ここで変えることができます。はい。で、じゃあこれに変えましょうということで、これに変えました。で、セッティングに関してはね、ここに関しては特に変化はないので、大丈夫です。で、あとは、ここの部分でまたね、これがリセットされちゃうので、これ変えたければ変えてください。中の文字とかね、色とか。ラベルカラーとかね、これでいいです。はい。いろいろこうね、ありますので、自分で好きなのをチョイスしてください。はい。で、あとアドバンスで、これはどういうものかというと、例えばサイズですね、このサイズ今ミディアムになってます。だいたいミディアムで使うことが多いです。で、注意点がですね、これはモバイルサイトのモバイルバージョンの場合にミディアムだとこの4個並ぶとですね、デイまで並ぶと一段下に行っちゃいます。これ絶対ダメなんですよ、かっこ悪いんで。だからどうやってやるかというとですね、まず、モバイルをね、選択していただいて、モバイル画面見てください。これですよね、これはもう本当に嫌ですよね。だからこれを、なくすためには、まずクローンを作ります。そしてクローンを作って、この上の方はデスクトップオンリーですね、こうデスクトップオンリー、はい、そして下の方はモバイルオンリーという形でやってください。そうするとね、こういう形でモバイルオンリーのパーツができました。これ、前に作ったやつができちゃってます。これ消しておきましょう。はい。そして、ここの部分で、セッティングスでね、アドバンスで、これでミディアムだったのをスモールに。はい、いいですね。こういう形にしておいてください。はい。で、あとはですね、はい、他のセッティングを見ていきましょう。あとは、例えば、カウントダウンタイマーをですね、これはどこに表示するかですね、左側なのか右側なのか真ん中なのかですね。はい。で、あとはラベルのね、ノーマルなのかとかね、ここの線、強調ですね、太さですね、ラベルのね。はい。これを決めてください。はい。あとは、アニメーションのとこで、例えばカウントダウンタイマーがページが訪れてからじゃあ5秒後に表示されますよという形でやっていきましょう。これ、フェードインで、そして、5秒後なんで、セコンドですね。じゃあ 5秒後。はい。で、これで設定します。セーブ。はい。そうするとですね、このプレビューで訪れて5秒後に表示されます。はい。1、2、3、4、5。
はい、入りました。はい、こういう形で、設定することができます。これが例えば1分後、2分後、3分後とかね、まあ、そういった形でできます。で、今のタイムディレイに関しては、表示を遅らせることに関してですね、いろんなパーツでできます。まあ、ここの何でもできますので、これだってね、文字だってできますよ。アニメーションでね、できますから、まあ、ぜひね、まあ、そういうものは使ってみていただきたいというふうに思います。はい。ということで、以上をもちまして、今回ですね、カウントダウンタイマーの、カウントダウン 2.0 というね、タイマーについての、セットアップの仕方についてお話をしていきました。まあ、ぜひね、カウントダウンタイマーをつけることで、その緊急性というものがね、表示されますので、顧客が購入しやすくなったりね、申し込みやすくなったりする可能性が少しでも上がりますから、ぜひね、カウントダウンタイマーつけていっていただきたいというふうに思います。はい。それでは、今回ね、この辺で終わりたいと思います。また、違う動画の中でお会いしましょう。それでは。